はい、ハロー YouTube、 皆さんどうお過ごしでしょうか。今日はライブです。そして昨日はね、タイミングでタイミングで、仕事終わり街へ行き、そしたら先輩から、電話がかかっていって、新時代っていうね、居酒屋さんに行きました。でそこでまあほどほどにアホみたいに酒飲んで、でその先輩のお店で飲んで、ほどほどで飲んで、ほどほどじゃないんですけどね。で今ここ、寝起きで、まあまだ悪くないかな、マシな方ですね。なんかなくしたとかもなくね、まあ、記憶はまあなくしてますけど、まあ悪くない、うん、みたいな感じで、で4時にリハーサルなんで、まあぼちぼちっていう感じなわけですね。でこの流れをたどっていった時に、最近ね、その私自身も感じつつ考えてるように、これ流れ決まってるよね。だからあの流れイコールこのドラマのストーリーのようにね、台本があって、それがただ、自分の書いてきた台本の中をたどっていってるのかな、まあ、もしくは、自分で書いたかはわからないにせよ、まあ誰かしら、まあ神っていうふうに言った方がね、イメージと点と点がつながりやすいから、着地しやすいんで、神の書いたストーリー。でもそこで、でも神って俺だよねってなった時に、そこで到着っていうかね、解釈できるわけですね。そう、だから何なんですかね、全て委ねられていて、今日もさっき LINE 見て、おーライブ行くぜみたいな、あ来てくれるのありがとうみたいな、自分が予期もしてないし、予期っていうのは予想ですね、でも物事っていうのはある意味で勝手にうまくいっている、それは自分のイメージの想像の想念の世界カッパッパの中と比較して比例してっていうのもあると思うんですけど、自分のイメージの世界がネガティブであると、やっぱりそれに似合ったような、具現化現実化するっていうのはあるとは思ってます。だってネガティブですから、見える景色っていうのはまあネガティブになるんじゃないかな、まあみたいな感じで、自分の中のストーリーっていうかね、イメージの世界、自分の中の宇宙が、この宇宙空間内にある景色を見ている、そして想像している、具現化しているんだなっていうふうにね、思ったりします、でこれ間違ってないと思うんだよね、まあそう思ったらそうっていうのもあるんですけど、だって幸せですって言ってんのに、月収例えば10万円だったとしても幸せな人いるからね、で俺不幸だみたいなこと言ってて、月収100万円でもなんかね、その会社経営してるけど人に、お金っていうね、ところのポイントでしか魅力を感じてもらえない、本当の自分ってあのお金でしか認めてくれないみたいな、悲しいなみたいな、その2曲ってはあの分かりやすいと思うんですよね、みたいな感じで、だから唯一のあなたの存在、唯一の私の存在、その魅力を大放出してこの旅ゲームを進めるのが基地であるというふうになんか思ったりしました、すいません、あの寝起きで二日酔いで鼻も詰まって声ガサガサで髪の毛もサボサで、こんな、自分を信じて、信じるっていうのもね、人に言うと書いて信じるだったりするからね、まあ面白いなみたいな感じです。バッテリー一旦現場から以上です。ありがとうございました。失礼します。